文化放送おはようテラちゃん。時刻7時52分です。おはようテラちゃん。この時間からコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。今朝はリモートです。藤井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、今日3月31日この年度も変わって明日から4月ですね。そうです ね、はい。やっぱりお忙しいですか。年度変わりはいろいろと、はい、大学でもバタバタすることがあって、はい、今日も参上できないので残念です。あ、いえいえ、ありがとうございます。はい、お忙しい中ご出演いただきまして、やっぱり年度末は忙しいんですね。あと年度始めってこともありますもんね。はい、そうですね。さて、そんな中ですね、読売新聞の記事からお届けいたします。岸田総理が昨日教育未来創造会議、これを総理官邸で開いて、大学などの授業料を国が一時的に肩代わりし、学生が就職後に一定の年収に達した段階で返済する出世払い方式の新たな奨学金制度の創設に向けた検討を指示しました。5月中に制度設計を含めた提言まとめるよう末松文科大臣に求めたといいます。で、この出世払い方式、オーストラリアなどが採用しているものでして、政府が授業料を立て替えて大学に支払います。ですから学生は在学中は授業料支払う必要はないんですね。で、その学生が卒業します。で、一定の年収を超えた時に所得に応じた額を給与天引で分割納付する仕組みだというんですが、藤井さん、この出世払い方式というのは今お聞きになっていかがですか。はい、奨学金はね、いろんな国で学生さんを、いろんな学生さんが大学に行けるようにするためにも必要なものなんですけど、これも、ないよりは全然あった方がいいと思うんですけど、どうせだったら、支給式のね、はい、後の編成のない格好のものを考えてもらいたいなと思いますよね。そうですよね。イメージとしても、この出世払いっていうのは、これ、人によってもちょっと違うのかもしれません。少なくとも私は、出世払いだって自分が発したとするならば、もうそれは諦めたみたいな感じありますよね。ないですか。そうですよね。いや、だからね。そうです。要するに、これ、ローンで言ったの、劣後ローンっていうね、考え方があって、はい、返さなかったら、返す能力がなかったら返さなくてもいいですよという、種類のようにね考えてもらえると一番いいんですけど、でも、そうですね、最悪の場合、給料がずっと、ない状況であれば、免除してもらえるという種類の、いわゆる劣後債の、ローンであれば、上げるのと、いわゆる貸し付けるのとの、中間的なものということで、単なる貸し付けよりはいいのかなというところありますよ ね、はい、ですね。さて、今度はその今貸し付けという言葉が出てきましたが、金融庁ですね、4月から全国の貸金業者を対象に18歳から19歳へのすべての貸し付けを監視する方針を固めました。貸金業者から報告を求め、高額な貸し付けを繰り返すなどの動きがあった場合は業者に聞き取り調査をします。で、改正民法の施行で、この18歳19歳、明日4月1日から成人として一人でローン契約を結べることになります。で、多額の借金を背負うことを未然に、防ぐ狙いがあるとしています。で、消費者金融などの貸金業者、営業範囲によって地元の都道府県か地方財務局に登録することが義務付けられています。で、新たに設ける監視体制では、業者は月に1回18歳から19歳に貸し付けた件数ですとか金額、返済状況などを登録先に報告するということなんですね。で、金融当局は両年齢18歳19歳への貸し付け件数が急増していたり、一人当たりの金額が多かったりする業者から事情を聞くというものです。虚偽説明、嘘言ったりとかですね、無理な貸し付け、これが疑われる場合には立ち入り検査を行い是正を求めるとしています。藤井さん、この、明日からですね、18歳19歳、18歳から成年、成人というふうに認められるわけで、この今お伝えしたようなところもあるわけなんですけども、どうでしょう。
これはね、まあ、もちろん何よりあった方がいい制度だとさっきと同じような話になると思うんですけども、もともと僕ら18歳19歳から、はい、まあ、大学で接して、まあ、教育をずっともうこの20年30年続けてきてる立場から言うとですね、まあ、18、19の男の子女の子のなんていうんですかね、成熟度っていうのは、年々下がってきてるんですよね。はい、うん、それでいくと、まあまあ、もう今更決まったことなんでしょうがないですけど、僕はこの18、19の成人化っていうのは、なんかその僕の直感に反するというか、はい、まあこれは大学教員の直感っていうか感覚っていうのは、まあ実態そのものだと僕は思うんですけど、はい、まあ実態から乖離してるん違うかなと思いますね。これ、藤井さん、もともとはその選挙権から始まった感じですかね、18歳っていうのはね。そうです、なんか歪んだ議論ですよね。若い人の声を政治に反映させるためにとかっていう、なんか付け焼き場みたいな、横車押すみたいな話に僕には見えますね。それよりは、まあ、20代、20歳からの若者が政治に関心が持てるような政治をやっとけよと、はい、まあ、例えばなんかそんな話違うかなと僕は思いながらこの事例の流れ見ましたけどね。そうですね。だってこれ18歳に引き下げようが、うん、じゃあ投票行くか行かないかなんてのはちょっとわからないですものね。もう全くそうですよ。そうです、そうです、ですからね、世の中にどれぐらいこの興味があって、その日本という国を良くしていこうという気持ちの中でのこの選挙に向かうという、もしそのまさしくそれまでの知識とか、まあ、教育といいますかですね、そうです、そういったところが一番大事ですものね。それとやっぱり、ね、はい、政治側がですね、本気じゃないのがもうバレてるの で、 です、ね、はい、で若者はそういうのは嗅覚がはっきりしてますから、ね、もバカバカしくて選挙なんて言ってられるかっていう感じ。はい、間もなく8時です。8時になりました。3月31日木曜日8時になりました。おはようございます、寺島直政です。日差しが強くなってきました浜松町、気温も 16.2 度まで上がってますね。風向きは西風が 0.8 メートル。ラジオ機のあなたの周りいかがでしょうか。今朝関東地方は現時点では晴れてますね。ただ今日午前中は晴れるんですが、午後は雲が多くなるでしょう。北部では昼過ぎから雨のところがありそうです。南部でも夜はあちらこちら雨となるでしょう。出かける時に折りたたみの傘があった方が安心ですね。帰りが夜になるという方は。最高気温平年より高く、東京都心と横浜が22度、千葉21度、埼玉前橋が20度の予想です。明日は昼ごろから各地で晴れるでしょう。東京地方今日は晴れのち雨、明日は晴れ一時雨。今日の降水確率は午前中 10%、 午後 30%、 夕方6時以降が 50% です。現在濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県に、雪崩注意報が栃木県北部と群馬県北部に出ています。また濃霧注意報もう一箇所、東京の多摩西部にも濃霧注意報が出ています。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さん、改めてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。静岡、山梨、神奈川3県などが作る富士山の火山、富士山の火山防災対策協議会が噴火の時の広域避難計画の中間報告というのをまとめました。富士山が噴火した時に、まあ、どうやって避難するかというこの報告の中間です。で、避難の可能性がある住民はおよそ80万人と想定されていまして、溶岩流からの避難
官は流れの遅さ、道路が渋滞する懸念踏まえて原則徒歩とします。だから車は使わない原則で、広域避難計画の見直しは被害想定を示したハザードマップ改定版をもとに進めています。で、改定版では大規模噴火時のこの溶岩の噴出量が従来の想定のおよそ2倍、溶岩流が到達する可能性のある市町村も15から27に増加、対象地域に暮らす住民は80万5627人に上ります。また溶岩流が3時間以内に到達する地域に住んで噴火の時に避難が必要なのはおよそ11万6000人で、この従来の想定の7倍に増えました。で、現行の計画では自家用車でそれぞれ遠方に遠くに避難してもらうというのが想定だったんですが、深刻な渋滞が懸念されるため大幅に軌道修正しました。避難は原則徒歩とすることになったわけなんですけれども、藤井さん、このあたりは今どういう印象をお持ちでしょうか。この問題はですね、もう随分もう前から議論があって、特にまあ、交通流シミュレーションとかを使ってですね、どういうふうな事態が起こるのかっていうのを分析すると、まあ、事前の予想通り極めて深刻な事態が起こるということが分かっててですね、で、まあ、あとはその道路の容量とその逃げる人の数によるんですが、まあ、今回特に逃げないといけない人の数が抜本的に増える想定を出した以上、まあ、こうなるともう車ではもう全然動かなくなって、徒歩の方が速くなるんですね、結局は。渋滞をすると時速も4キロ下回るということもありますから、だから原則徒歩というふうにするのがもうこれは合理的だというほかないですね。そうなんだ、そういう理由なんですね。ただそうなる、そうなるとですね、歩けない方がおられたりしますから、そういう方に関してはまあ例外的に自動車ということを認めていく方針になると思うんですけど、そういうのをこうまた見るとですね、じゃあ私もということにもなりますから、これは原則徒歩というのをですね、しっかり皆さんにご理解いただくのがとても大事じゃないかなと思いますね。これまでだから車でよかったのは、まあ、今回この従来の想定の7倍に避難する方が増えたから、それだったらもう渋滞起きちゃうからというのが理由なんですね。そうですね、で、一般的にですね、溶岩流というのは人が歩く速度、今藤井さんおっしゃったみたいに、例えば人の歩く速度を時速4キロと想定するならば、それよりも遅いとされていて、自力での移動が難しいその高齢者や障害者らを除いて原則徒歩での避難を検討する、まあ、こういう方針を示したと。で、一方、山梨県の富士吉田市、静岡県の富士宮、裾野市など8つの市町村はこの生命の危険が大きい火砕流ですとか噴火の熱で積雪が溶ける、融雪型火山泥流、この発生が想定されます。対象地域で避難が必要なおよそ5500人に対しては噴火の予兆があった時点で車の利用を含め早期避難を促すとしています。まあ、ですから場所ですとかそういったところにもよるってことなんですね。で、静岡経済研究所の研究部長は、富士山は300年間噴火しておらず、いつ起こっても不思議ではないと強調しています。この富士山、ぜひ教えていただきたいのは、富士山、この富士山の噴火っていうのは今どういうことをお感じですか。これについて今一番よく言われているのがですね、南海トラフ地震が、まあ、10年とか、まあ、それぐらい残るだろうと言われているわけですけれども、これが起こった時に併発する可能性が非常に高いということが言われています。過去でもですね、いわゆる南海トラフ地震が起こった時に、富士山の噴火が起こったということが幾度もあるんですけど、まあ、今回の経緯、どれぐらい富士山が噴火してないかとか、それから南海トラフ地震が何年起こってないかとか、まあ、そういった経緯を考えるとですね、今回は起こるパターンと見なさないといけないだろうと、今回言われてて、ですから南海トラフ地震が10年ぐらいで起こるとも言われてますから、まあ、その前後で、前ということもあるんですけども、富士山が噴火するというのは、非常に高い確率で覚悟しておく必要があるなというふうに
考えざるを得ないです。はい、残念ながら地震の場合はですね、この予兆なかなか予測は難しいとも言われてますが、うん、この火山の噴火っていうのはある程度はちょっと前には分かるものなんですか？そうです、山が膨張してだんだんそのマグマがせり上がってくるという現象が起こりますので、はい、これはしっかりした監視体制を整えておけば、はい、まあ、どれぐらい前にというのはなかなか難しいですけれども、事前には明らかになるというふうに言われてますね。そうですか。そして静岡のですね、川勝知事記者団に対し、徒歩で安全に移動する避難訓練が必要で、これまでの車による訓練と様相が違ってくると強調し、中間報告、自治会などに周知する考えを示しています。で、富士山噴火へのこの対策、政府の防災対策実行会議のワーキンググループも検討を進めています。20年の報告書によると、東京都心で2センチから10センチの灰が積もり、道路、空港、農地など他、ね、その他ですね、送電にも影響が出ると想定しています。噴火の時に周辺地域のインフラ、あと経済活動を守る対策作りが急務となっています。まあ、今後これ東京を含むより広い範囲の被害が予想される火山灰対策ですよね、これが課題となるとされていますが、ですから藤井さん、今の東京にいらっしゃる方でも富士山綺麗に見えるけど影響ないだろうと思ったら、そうじゃなくて火山灰が降ってくる可能性は大だってことなんですね。そうですね、特に関東平野への影響は深刻だというふうに言われてて、でこれ津波とか洪水の場合は堤防を高くして防ぐことができますけど、はい、まあ、火山灰は防ぎようが、まあ、物理的にありえないということもあるので、その事後対応しかもできないんですよね。ですから何が起こるのかということをしっかりとご理解いただいて、そういうことが起こった時にそれぞれの研究関係各位はですね、はい、どう対応するかを事前に BCP 考えるしかもしょうがないですよね。はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。おはようテラちゃん、時刻8時16分です。おはようテラちゃん、コメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。さあ、それではニュースピックアップいきましょう。こちら、産経新聞、ロシアはキエフ制圧失敗。アメリカ国防総省のカービー報道官はおととい、ロシアがウクライナとの停戦交渉で首都キエフ周辺での軍事作戦の大幅縮小を表明したことに関し、ロシア軍が首都制圧に失敗したという見方を示しました。キエフ周辺で部隊の小規模な移動を確認しましたが、再配置であり本当の撤退ではないと述べています。まあ、この藤井さん、ウクライナの提案があり、ロシアもそれをある程度この前向きに検討するというようなこの停戦協議が行われて、まあ、そんな中でこのキエフ周辺での軍事作戦の大幅縮小を表明したんですけれども、これどうもアメリカあたりはですね、これ再配置であって撤退じゃないとしていますが、藤井さん、こういう見方いかがでしょう？いや、もちろんそうですよね。はい、まず一つ言えるのは、NATO に非加盟、加盟しないということは、はい、まあ、ロシアの狙いの一つだったわけで、これが、まあ、今回のプーチン側からしたら軍事作戦で獲得できたと、はい、まあ、いうことでしょうけど、で、まあ、その点はですね、もともとクリミアの問題がある以上、NATO なんかに入れるはずがないという、はい、こともずっと言われてますから、まあ、成果がどうかというのも怪しいというところもありますし、はい、まあ、それも考えるとですね、キエフを完全に撤退するというのも、まあ、考えにくいと、十分な戦果がまだ得られてないということですから、はい、でしかもですね、ロシア側にはいろんなオプションがあって、これは不幸にもということですけども、はい、戦略核を使うということもありますし、はい、あるいはキエフの街並みを壊したくなければですね、はい、まあ、最悪の場合は化学兵器、生物兵器の活用ということもあり得ますから、はい、でそのためにはですね、縮小させることが必要に
なってきますから、優遇を殺傷してしまうことになるというのもあってですね、その可能性も頭の隅に置きながら、はい、こういった状況を見ておかないとですね、単に撤退してよかったなというふうに思ってると、化学兵器等でやられてしまう、はい、ということも、とか、はい、考えられると、はい、そういうことですね、はい、そしておとといの停戦交渉でウクライナ国連安全保障理事会常任理事国のアメリカやイギリス、フランス、中国、ロシア、まあ、このほかですね、例えばカナダ、イスラエル、ポーランド、トルコなんていう国の名前も出てますけれども、そのそういったところの安全の保障と引き換えに NATO への加盟を断念する中立化などを受け入れると、まあ、表明します。これウクライナが、言ったこと でこれをロシアは評価して交渉の進展を促す信頼醸成措置としてキエフなど北部で軍事活動を大幅に削減すると、まあ、表明したわけです、まあ、ただ北部ではですね、かねてこのロシア軍の停滞と苦戦、これが伝えられてきました。カービー報道官、移動した部隊は少数などとして今後もこの攻撃に備える必要があると指摘しています。今の藤井さんがおっしゃっていただいた、例えば化学兵器、戦術核を使う、はい、そのためには広げておいたこのロシア軍を、まあ、一応この少し下げさせるみたいなね、そういうふうにもこう捉えられますし、まだまだこれはだから何が起きるかわからないと考えておいた方がいいってことですね。そうですね、これはもうウクライナ側も、まあ、NATO 側、アメリカ側もですね、はい、まあ、そういう大量破壊兵器の使用も見通しながら、想定しながら対応していると思いますから、はい、もうまだまだ予断を許さない状況にありますね、はい、続いてはこちら、読売新聞、アメリカ核の傘維持最優先。アメリカ国防総省は核戦略の中期的指針となる核戦力の体制の見直し、この概要をバイデン政権として初めて公表しました。ロシアと中国の核の脅威が高まる中、日本などの同盟国に配慮して核抑止力と拡大抑止、つまり核の傘の維持は最優先事項だと記し、大筋で現行方針を踏襲しています。バイデン大統領、2020年の大統領選中、核兵器保有を核攻撃の抑止と報復というこの唯一の目的に限定すべきだと主張していましたが、まあ、そうした宣言は今回見送られました。敵が核兵器を使用しない限り核兵器を使わないという先制不使用、これも盛り込まれませんでした。ウクライナにこの侵攻したロシア、あと軍拡続ける中国、北朝鮮への抑止低下を懸念する日本をはじめとする同盟諸国に配慮して核の傘の維持は最優先事項、まあ、こう記したと思われますけれども、藤井さん、これはどういう印象をお持ちでしょう。今回のですね、ウクライナ戦争、まあ、ウクライナへのロシアの侵略侵攻が何で起こったのかという背景はですね、はい、バイデンのこの弱腰にあるということは、はあはあ、指摘されるところなんですよね、はい、で、まあ、ご案内の通りすぐ、まあ、ウクライナでは戦わないよと、まあ、言ったわけですけど、まあ、そういうふうに言うんであろうということはロシア側は分かってたわけですよね、ほぼ、でそれを言うからっていうか、そんな格好だからもしたらこれ、いけるやないかと、そんだけなんかということで、逆に誘発してしまったということになってるんですね。で、そのバイデンの弱腰が、で、核に関してもですね、弱腰を続ければですね、さらに戦争を呼び込んでしまうという情けないことが起こってしまいますから、はい、これはバイデン一人の考えではなくてですね、国防総省、アメリカの国務省、あるいはまあ、そういう外交軍事戦略筋からですね、はい、ここはもう必ず核の傘の維持は最優先だと言わないと、はい、とんでもないことになりますよ世界がと、いうことを強く進言されたんだと思うんですね。というかもう進言するに決まってますので、はい、こんな状況で、はい、だからそれにまあ従ったということですよね、ですから、はい、弱腰のアメリカ大統領っていうのは本当に戦争を呼び込む恐ろしい存在なんだと、幸か不幸かということ、はい、まあ、不幸にもということなんですけど、はい、そういうのが実態ですよね。まあ、ですから今藤井さん、その発言一つで世の中変わるんですよね、やはり
その、うん、まあ、例えば大統領の発言一つでってことなんですね。そうです、いわゆる、まあ、これはコミットメントって言いますけども、はい、こうやったらこうするぞということをみんなが、認識すればですね、まあ、それコミットするってことですけど、はい、そしたらもう何も起こらなかったりするし、でそのコミットメントを出さなかったら、約束を言わなかったら、まあ、秩序がどんどんぐちゃぐちゃになったりとかしますから、はい、まあ、アメリカ大統領クラスになるとですね、まあ、戦争を呼び起こす、戦争を抑止する、そういう効果をたった一言で持つということになるわけですよね。はい、続いてはこちら、産経新聞。コロナ再び感染増加。厚労省に新型コロナウイルス対策をアドバイスする専門家組織の会合が昨日開かれまして、37都道府県で直近7日間の新規感染者数が前の週を上回ったことが厚労省の提出した資料で分かりました。で、専門家会合は今後感染が増加する要因として、まん延防止等重点措置の解除後に夜間の繁華街の人出が全国で増加していて、花見、謝恩会、歓送迎会などの時期を迎え接触機会が増えることや、オミクロン株のうちさらに感染力が高いとされる BA.2 に置き換わることといった要因があると指摘しました。一方で感染の抑制される要因として、ワクチンの3回目の接種が高齢者で進んでいて若い世代でも進むことが期待されること、気温が上がっていくことで換気しやすくなることがあって、こうした増加要因と抑制要因が今後の感染状況に影響するとしていまして、ワクチンの追加接種を着実に実施すること、不織布マスクの正しい着用、消毒、換気、密を避けるといった対策の徹底、これが必要だとしています。専門家会合、現在の新規感染者数は去年夏のピークよりも多い状況が続いていて、新年度を迎えてこれまでも感染が拡大するきっかけとなってきた多くの人が集まる機会が増えること、まあ、特に入社入学で人の移動や研修が行われる際の感染対策に注意するよう呼びかけました。藤井さん、またその感染者というのが、はい、新たな感染者というのが増えているということ、うん、まあ、これが、言われてきてるんですけれども、藤井さん、このあたりいかがでしょうか。うん、まあ、これもね、ここの1年から1年半ぐらいはですね、はい、それぞれの波というのは違う株で形成されてきたんですよね。はい、ですから特定の株に着目すればですね、今だったらオミクロンですけども、気温が上がってきましたから、はい、オミクロンの感染拡大というのは収束に向かっていくわけですけども、まあ、今新しい BA.2 ですか、はい、まあ、これが出てきたというのもあって拡大していくということは、まあ、今までのパターンから言うと、まあ、十分考えられるわけですよね。はい、で、まあ、多くの場合、まあ、微変動はありますけれども、その毒性というものは、まあ、弱毒化していくということもありますから、はい、まあ、その辺はしっかりとデータを見ていくことが必要ですけれども、オミクロンにおいてもですね、その毒性というのはかなり限定的だということが、まあ、周知の事実になっていますから、はい、オミクロンと同程度あるいはそれ以下の可能性もあるということを見据えながら対応を考えていく必要がありますよね。はい、でそれとですね、もう一個その、増加する要因として専門家会議が挙げているのが、繁華街の人出が増えていることが多いんだと、僕はその可能性は十分もちろんね、あると思うんですけれども、はい、少なくともですね、夜中というか夜の人出の数ですらですね、はい、その増減が感染拡大に影響しているという統計的証拠は出ていないので、それを意の一番に科学的根拠が全くない、統計的根拠が全くないことを意の一番に要因として挙げるのは、まあ、専門家会議は科学的にいかがなのかなというふうには思いますね。はい、で一方でこれももう最近は言われてますが、経済だって回していかなきゃいけないわけですからね。そのバランスですよね。これがウィズコロナというまさにそういう状況に入ってきてますもんね。はい、はい、おっしゃる通りです。はい、さあそれではここからは藤井さんにこのテーマで話を聞きます。自民緊急経済対策の検討に着手。
自民党は昨日党本部で経済成長戦略本部を開いて、ロシアのウクライナ侵攻を受けた総合緊急対策の検討に着手しました。党は4月中旬までの取りまとめを目指します。2022年度予算の予備費から2兆円程度を活用する案が出ていますが、公明党、財源が予備費だけでは不十分として22年度補正予算案を今国会中に成立させるよう主張しています。政府自民党の対応、ここが焦点となります。で、岸田総理、おとといの閣僚懇談会で、ロシアのウクライナ侵攻などに伴う原油価格、物価の高騰に対応するため、当面の経済対策を盛り込んだ総合緊急対策、4月末をめどに取りまとめるよう指示をしました。藤井さん、今のこの対応を気になっていかがでしょうか。本当に自民党の悪いところが出てる報道だなと思うんですけども、今回の対策はね、今回今議論しようと自民党がしているのは、はい、ロシアのウクライナ侵攻を受けたものだと、はい、で、要するに ロシアのウクライナ侵攻があったからやるんですよということで、逆に言うとロシアのウクライナ侵攻がなければやるものじゃないんですよと言ってるんですよね。このあたりがですね、毎回毎回自民党さんってこういう、てか政府というのはこういうことを繰り返してきてるんですけど、もう皆さん十分、共有認識しているようにですね、はい、そのロシアのウクライナ侵攻以前に、はい、もうコロナの自粛によって、もう経済はボロボロになってて、はい、それ以前に消費税減税増税によってボロボロになってて、はい、でかつロシアのウクライナ侵攻でオイルがさらに高騰してますが、それが高騰する以前からオイルは高騰してたわけ で、でそれでかなりしんどい状況が続いてたわけで、はい、ロシアのウクライナ侵攻がなければなくてもですね、やらないとものすごいことをやらないといけないに、まあ、決まってるというのはみんな分かってるはずなんですけど、はい、それを言わないと、はい、でそしたら何が問題なのかというとですね、はい、自民党側はそれこそ消費税の増税だとか、まあ、コロナだとか、それからウクライナ侵攻以前のオイルの高騰だとかの対策は終わってるという前提で今回の議論を始めるんですよ。それについては何もかももう十分なので、はい、そこは議論しないと、で、ウクライナの侵攻の部分だけをやりますよということになるので、だからね、経済対策の規模はね、もうしょぼくなるんですよ、これは絶対に、これは本当に問題だと思いますね、ですからね、その場その場というか、新しいもの新しいものにしか対処してなくて、じゃあその前のものは治ってんのっていうと治ってないわけですものね。そうです、そうです、このあたりの態度がね、はい、もう一応日本の政府っていうのはこういうことが予期されます、でそれに対してきちんとちゃんとこんな対策をやります、はい、でこれさえやればいいんですよ、なのでこれやらせてくださいって言って、まあ、国会なり、いろんな会議を通すわけですよ、はい、でその時の建前を崩しようらへんわけです、はあ、日本は、はい、ところがヨーロッパアメリカどうするかって言ったら、今緊急事態だからとりあえずこれやりますと、はい、とりあえずこれをやってみて様子を見て必要だったらまた追加しますよというやり方をするんですよ、でだからちゃんとね、PDCA が回るって言い方しますけど、やった後の様子を見て足らんかったら、追い銭がかけたり、ちょっとやりすぎたらちょっと引っ込めたりとかっていうことが可能なんですよ。はい、それはね、柔軟性と呼ぶんですけど、それをね、日本では優柔不断さと勝手に解釈してですね、それでは筋が通らんじゃないかと。筋、お前が筋が通らんねん、ちょ、はい、まあ、そういうことになってるなっていうのがよくわかる記事ですね。そうなんですね。で、岸田総理、この閣僚懇談会で新型コロナウイルスのこの感染第6波の出口が見えてきたときに、ロシアがウクライナに侵攻したと指摘、原油そして原材料食料価格の高騰が社会経済活動の順調な回復の妨げになるようなことは避けなければならない、まあ、こういうふうに語っています。藤井さん、今のこの岸田総理の発言の中でも社会経済活動の順調な回復っていうところで、何かもう先ほどの藤井さんのご指摘の、え、じゃあ今までうまくいってたの、うん、っていうところが分かりますね。そうなんですよ。だからね、役人の、まあね、だから効果がないと回復してない
じゃないかとなって、はい、そしたら前経済対策をやった人の責任が追及されると、そうするとまた困っちゃうと。でむしろなんか自分がやってるの前やったことが失敗したってことを認めちゃうことになるから、なんかここは順調な回復の妨げっていう日本語にしておこうっていうね、なんていうかね、事なかれ主義というか役所仕事というかね、もうキャツラが考えてることを僕にはもう如実にわかるんだけど、はい、うん、これでは日本経済絶対良くならないですよね。そうなんですね。そのあたりからも変えなきゃダメだってことなんですね、はい、で今回岸田総理はその原油高の対策、穀物水産物のこの、高の対策、あと中小企業支援、生活困窮者支援、この4つを総合緊急対策の柱とする方針、これを表明しました。そしてまあここに来てですね、そのガソリン税の一部軽減するトリガー条項凍結解除をめぐる自民公明国民民主3党の実務者協議に関して具体的な対策を4月中に詰めて結論を出してほしい、まあ、こういう要請も出したということです。まあ、このトリガー条項の凍結解除を一つとってもですね、何か言葉だけは前から出てるんですけども、まあ、ここで少しそのトリガー条項もちょっと結論出してっていうようなあの岸田総理からの指示はあったということですが、まあでも動きが、遅すぎますよね。この結論出してほしいっていうのもですね、まあ、通常のリーダーであれば、まあ、バイデンクラスであってもですよ、はい、こんな非常事態なんだから、凍結解除の方向で議論してくれとかですね、もうちょっとなんか言うてはずなんですよ。それをこう結論出してほしいっていうのは、だからとりあえず、暫定税率通りっぱなしでもいいよなっていう、いいって感じで答え出してくれたら嬉しいなっていうのが、もうプンプンに寄ってきますよね。そこからそういう匂いがするんですね。匂いしますよね。本当にもう霞が関文学というか、なんというか。本当しょぼい男ですねこいつはね。そうですか、まあ、自民緊急経済対策の検討に着手という、まあ、そのタイトルのもとに今藤井さんがお話しいただいた、そういった矛盾というか、このなんていうかな、だらしない部分が潜んでるってことなんですね。そうだと思います。時刻8時35分です。文化放送おはようテラちゃん。時刻8時37分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。東北電力は昨日、女川原発2号機を2024年2年後ですねの2月に再稼働させる方針明らかにしました。再稼働の具体的な時期を示すのは初めてです。前提となる安全対策工事の完了時期については22年度中から23年11月への変更も発表しました。この延期は5回目です。東北電力2号機で5月以降3段階からなる使用前の事業者検査を実施しました。1段階目の終了後の23年12月原子炉に燃料集合体を挿入、2段階目を終えた24年2月に原子炉を起動し系統に電気を送れる再稼働の状態にするとしています。営業をこの運転の再開は3段階目の検査を終える2024年4月を見込みます。東北電力昨日検査スケジュールを盛り込んだ使用前の確認申請書を原子力規制委員会に提出しました。藤井さん、この東北電力の女川原発2号機、来年再来年2月に再稼働方針ですが、これはどうお感じでしょう。原子力発電はですね、日本に限らず世界中でリスクをしっかりと管理する安全基準を決めて、それぞれの政府が主権のもとでその基準をクリアする限りにおいて速やかに動かしていくと、でそれがその国の国益につながるという考え方で運営していますから、まあ、今回基準をクリアする見通しが立ってですね、再稼働できるということはですね、これは日本国家にとって国益を増進する望ましい方向に行く話だなというふうに思いましたですね、はい、時刻8時39分です。文化放送
時刻8時51分です。おはようテラちゃん、今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ビジネス最前線、今朝は藤井さんにハイデイ日高赤字30億円という話を聞きます。ラーメン店日高屋を運営するハイデイ日高の2022年2月期の単独営業損益30億円強の赤字だったことが分かりました。新型コロナウイルスの感染拡大が続いて営業時間の短縮要請、あとお酒の提供の制限が前の期よりも長期化したことが響いた形です。時間短くですね、この時短の協力金を営業外収益に計上し、最終損益は2期ぶりに黒字転換したようです。藤井さん、ハイデイ日高屋赤字30億というこういう数字出てきましたね。これあの大きな企業ですから、こうやって数字が出てくるわけですけど、これはもうハイディ日高さんだけに起こっている現象では当然なくて、あらゆる飲食店において起こっているところで、中小も含めた、でそういったところの赤字っていうのがどれだけ出ているのかも全然わからないような状況ですよね。それを意味しているんだなということを理解する必要がありますよね。で売上高を見るとですね、260億円強と前の期から1割強減った模様です。で既存店のこの売上高が前の期に比べて 12.7% 減、全店の売上高2021年秋の緊急事態宣言解除後の11月から12月、コロナ前の19年同じ月に比べて2割減まで戻したんですが、1月からですねオミクロン型の蔓延、これが深刻になって2月再び4割近くに落ち込んだと、こういうことだったようですね。で日高屋の大半の店舗というのが首都圏1都3県の駅前にありまして、コロナ禍前の売上高のうちおよそ4割を夜8時以降が占めています。で営業時間の短縮などで強みだった仕事帰りのちょい飲み、このちょい飲み需要などの減少が痛手となったということです。ですから藤井さん、このお店をどういうふうにこの利用するかによってもやはり減り方っていうか赤字が、かさばったっていうか増えたっていうところもあるようですし、むしろ、ね、なんかこうちょっとケータリング系は儲かっただとか引きこもごもですね、もちろんあるでしょうけども、基本的に8時以降の活動が抑制されたわけですから、国民対象地域の国民全員の、そうなるとプラマイでいくとトータルではもう必ず確実にマイナスになっていることは確実で、で例えばこれ30億っていうね、数字が出てますけど、これ大雪が降ってこうなったとか、だったら地震でこうなったとかだったら、天災だからしょうがないわけですけど、これはコロナのように見えてますけど、結局はこれ、政府によってこうなったわけですよね。法律に定めて、法制度を使って自粛時短をさせて、こんだけの被害が出てるわけですから、政府としてはですね、こんだけの被害を僕らのせいで出したんだということを、因果関係これ 100% 確実ですから、そこをしっかり認識する必要がありますよね。で、その上で、それをみんなまず認識した上で我々がすべきはですね、じゃあこのデメリットが出た上でのメリットは何なんやったんや、ということなんですよね。メリットは何やってんと、で感染抑止できたんよなお前と、いうことをみんなが政府に突っ込みを入れなあかんわけですけど、それに関しては肝心要の近江、部会長をはじめとした分科会はですね、キープサイレント黙っとるわけですよね。これも単なる破壊行為ですよね、これ、だって全然効果がない、効果は全く証明しないまま、あるような気がするじゃないですか。ほとんど、あるような気がするだから30億円損しときみたいな、そんなアホな話あってたまるかっていう話ですから。そうですね、これは今こういうことをめぐって、今東京都相手取って弁護団の方が裁判をされて、今決心が出てるところであるので、そういった裁判の判決にも注目しながら、これがほんま正当っていうか不当なのかっていうのを、
確認では見ていかなきませんよね。そうですね。藤井さんですから、うん、その裁判のジャッジメントってどうなるかってものすごく興味あります。注目ですよね。そうです。まあ、所詮行政側に甘い判定に下ることが大半なので、あんまり期待はできないですけど、これでちゃんと、誰が考えても分かるような正義が、下されたら、はい、正義のもとで判断が下されたら、日本の司法もまだ腐ってなかったな、はい、っていうことにもなりますし、で、行政やっぱり腐っててなっていうことになりますから、ちゃんと判断してもらいたいですね。藤井さん、あの裁判っていつ頃出るんでしたっけ？ですね、決心はもう先々週ぐらいに終わったんですが、決心が終わってから判決まで2ヶ月ぐらいあるので、ゴールデンウィーク前後じゃないかというふうに。言われてますね。はい、ラジオ機の方もぜひ注目してください。はい、はい、以上ビジネス最前線でした。文化放送おはようテラちゃん。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。おはようテラちゃん、来週からですね、朝5時から8時までと、おはようテラちゃんのこの放送時間が1時間短くなります。そして、毎週木曜日のですね後半にご登場いただいていた藤井さん、曜日は変わりません。4月からですね、来週です、具体的には、朝6時からですね、8時までお勤めいただくということになりました。藤井さん、ちょっと時間が伸びて、今は7時45分過ぎぐらいからのご登場だったんですけども、ね、ちょっと早くなりますけども、はいはい、そうですね、もう藤井さん、お忙しいのは重々承知しておりますけども、一つよろしくお願いいたします。一昨年まではね、6時からでしたですから、はい、そのスタイルに戻るということで、これ7時45分からのお仕事だと、なんか普通の仕事の延長なんですが、6時スタートになるとちょっとシフトが必要になってきます。自分の中のこのタイムスペンディングシフトをこう、はい、もう一度一昨年に戻してよろしく頑張りたいと思いますので、はい、本当にお付き合いいただきますけども、ぜひよろしくお願いします。また4月からもどうぞよろしくお願いいたします。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんでした。さて、この後は国丸ジャパン極みをお送りします。おはようテラちゃん、また明日です。今日もいい一日になりますように。